お元気ですか、ボクシビです。今回は BBM 広島東洋カープベースボールカード2002開封動画7袋目でございます。それではね、早速やっていきたいと思います。まずは1袋目でございます。ライアン・マクブルーム内野手のこれカードでございます。薮田和樹投手でございます。野村祐介投手でございます。田中典彦投手でございます。高倉翔吾捕手でございます。矢野雅也内野手でございます。続いて2袋目でございます。ロベルト・コヌーニエル投手でございます。藤井レイラ投手でございます。ドリュー・アンダーソン投手でございます。松本龍也投手でございます。で、林光太内野手のこれカードでございます。大森実外野手でございます。3袋目でございます。森浦大輔投手でございます。中村翔征捕手でございます。大瀬良大志投手でございます。カードでございます。ヘロニモ、フランスは投手でございます。笹岡慎二監督です。これ当時ですね。で、小林達人投手でございます。4袋目でございます。笹岡慎二監督でございます。小林達人投手でございます。野間隆義外野手でございます。末金翔太外野手です。高倉翔吾捕手です。ヘロニモ・フランスは投手でございます。5袋目でございます。岡田秋武投手でございます。岡田秋武投手でございます。森下正人投手でございます。栗林良治投手でございます。高倉翔吾捕手でございます。石川龍馬選手でございます。葉月龍太郎内野手でございます。6袋目でございます。市岡隆二投手でございます。矢野雅也内野手でございます。クリアリン投手のカードでございます。林光太内野手です。ケムナ誠投手でございます。で、長野久義外野手ですが、現在は読売ジャイアンツに在籍しております。で、ラストの7袋目でございます。松山雄平外野手です。ロベルト・コルニエル投手です。上本隆内野手です。ライアン・マクブルーム内野手です。のカードでございます。
相澤翼捕手でございます。で最後はニック・ターリー投手でございます。以上で BBM 広島東洋カープベースボールカード2022開封動画7パック終わりたいと思います。で明日で、一応パックの方では最後となっております。いろいろとね、今度はですね、8月の予定だと今度はあのチアリーダーの方のね、2023年度版がねあの発売されますけどね、花と舞っていうのがねあの両方ありますけどね、そちらを中心にあのやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。